ナンバーアンダーライン愛新曲ノーイエスに隠された衝撃メッセージ。三人の決意と覚悟、そしてもう戻れない決別の意味とはナンバーアンダーライン愛ノーイエスは令和の夏ソングを超える。5月13日、サントリービアボールの新 CM が公開されました。60秒という長尺バージョンで、そこには眩しい太陽の下。 ナンバーアンダーライン i 愛の3人が楽しそうに笑い、はしゃぐ姿が映し出されています。まるで彼らのプライベートを覗き見ているような、親密で自然体な姿が印象的です。CM ソングとして使用されたのは、彼らにとって新曲となるノーイエス。軽快で爽やかなメロディーは、聴く人を一瞬で夏の開放的な世界へと誘います。 公開されるやいなや SNS 上では、早くフルで聞きたい。令和の夏ソング誕生といった熱いコメントが殺到しました。CM の中で特に目を引くのは、3人の中の良さが垣間見えるシーンの数々です。じゃれ合いながらじゃんけんをする姿、スープカレーを美味しそうに放る姿、そして花火を見上げて語り合う姿。 そこには5人グループとしての活動を経て3人で新たなスタートを切った彼らの強い絆が感じられます。過去のインタビューで平野翔さんは僕たちの関係は花火のように散りませんと語っていました。今回の CM はその言葉通り彼らの揺るぎない絆を再確認させてくれます。ノーイエスは単なる CM ソングの枠を超え ナンバーアンダーライン愛の新たな代表曲となる可能性を秘めています。アップテンポで爽やかな曲調は、まさに夏を感じさせるものであり、平野さんの伸びやかな歌声、岸優太さんの高速ラップ、神宮寺優太さんの安定感のある歌声が三味一体となり、心地よいハーモニーを生み出しています。CM を見たファンからは、三人の歌声が最高。 失走感とセンチメンタルな要素が絶妙。早くフルで聞きたいといった声が上がっており、彼らの音楽性の高さが改めて証明されました。さらに注目すべきは、CM の中に散りばめられた、まるで彼らの奇跡を振り返るかのようなアイテムの数々です。キングプリンスとしての熱海旅行で平野さんが注文していたクリームソーダ、新潟旅行での打ち上げ花火、 そして、戸部合流後のハワイ旅行で練習していたウクレレ。これらのアイテムは、彼らの過去と現在をつなぐ、ファンにとって感慨深いものばかりです。ノーイエスのフルバージョンへの期待が高まる一方で、この曲が令和の夏ソングとして、幅広い世代に受け入れられるのか、という疑問も浮かび上がります。近年の音楽シーンは、ジャンルも多様化し、 リスナーの好みも細分化されています。過去の夏ソングの定番と比較したとき、ノーイエスはどのような独自性を持っているのでしょうかその答えの一つは、楽曲が持つエモさにあると言えるでしょう。ノーイエスは、ただ楽しいだけの夏歌ではなく、どこか懐かしさを感じさせる、センチメンタルな要素も持ち合わせています。それは、 過去の思い出を振り返りつつ未来へ向かって進んでいく彼らの現在の心境と重なるものがあります青春時代を彷彿とさせるノスタルジックなメロディーと新しい時代を切り開いていこうとする彼らの力強い歌声が融合することで No Yes は唯一無二のエモい夏ソングとして多くの人の心に響くのではないでしょうかさらに ノ o y エスの歌詞にも注目が必要です。CM で公開されている部分だけでも、友情、夢、未来といった普遍的なテーマが歌われており、聴く人の共感を呼ぶ力を持っています。今後公開されるであろうフルバージョンでは、さらに深く彼らの心情が描かれ、より一層エモーショナルな楽曲として完成されることが予想されます。ノ o y エスは、 ナンバーアンダーライン愛の新たなスタートを象徴する楽曲であり、彼らが令和の夏ソングの主役になるための強力な武器となるでしょう。彼らの歌声、パフォーマンス、そして3人の絆が織りなすハーモニーは、聴く人の心に深く響き、忘れられない夏の記憶として刻まれることでしょう。今後の音楽番組でのパフォーマンス、フルバージョンのリリース、 そしてリスナーからの反応を通してノーイエスがどのような楽曲として評価されていくのか注目が集まります。ノーイエスは彼らにとって新たな挑戦の象徴でもあります。それは音楽性だけにとどまりません。CM の中で3人が見せる自然体な姿、飾らない笑顔はアイドルとしての枠組みを超えアーティストとしての新たな一面を表現しているかのようです。 従来のアイドル像にとらわれず、自分たちのスタイルを貫こうとする彼らの姿勢は、多くのファンに支持され、共感を呼ぶでしょう。ノーイエスの成功は、ナンバーアンダーライン愛の未来を明るく照らすだけでなく、日本の音楽シーン全体にも大きな影響を与える可能性を秘めています。それは、アイドルとアーティストの境界線が曖昧になりつつある現代において、 彼らが新たな道を切り開き、未来の音楽シーンを牽引していく存在となるかもしれないからです。しかし、彼らの前には、まだ多くの課題が立ちはだかっています。厳しい競争の中で、自分たちの個性をどのように表現していくのか、変化を恐れず、進化し続けることができるのか、そして、ファンとの絆を大切にし、 共に成長していくことができるのか。ノーイエスはナンバーアンダーライン愛にとって単なる新曲ではなく彼らの未来をかけた挑戦状と言えるでしょう。その挑戦の行方はまだ誰にもわかりません。しかし彼らが持つ才能と情熱、そして揺るぎない絆があればどんな困難も乗り越え輝かしい未来を切り開いていくことができると信じています。 彼らの挑戦を見守る私たちファンも、また、ノーイエスを共に歌い、踊り、新しい景色を共有することで、ナンバーアンダーライン愛の未来を想像していく一員と言えるでしょう。彼らが新たなステージへ進むとき、そこにはきっと私たちファンの熱い声援が、力強い追い風となるはずです。ノーイエスは、単なる一曲の歌ではなく、ナンバーアンダーライン愛とファンを繋ぐ、 希望に満ちた橋のような存在です。この橋を渡り、彼らと共に新しい時代へと歩み出すとき、私たちはきっと忘れられない夏の記憶を刻むことができるでしょう。そして、いつか振り返ったとき、ノーイエスが私たちの青春時代を彩る大切な一曲として、記憶の中で輝き続けることを心から願っています。 彼らの挑戦は始まったばかりです。しかし、その道のりは決して平坦ではありません。巨大な音楽業界、移り変わりの激しいトレンド、そして絶えず変化するファンの期待。No. Underline I は、これらの荒波を乗り越え、自分たちの道を切り開いていかなければなりません。No.Yes は、彼らにとってその試金石となるでしょう。この曲には、 彼らの決意、情熱、そして未来への希望が込められています。それは単なる夏ソングではなく、彼らの新たな船出を告げる力強いメッセージなのです。しかし、真の挑戦はこの曲のリリース後始まります。音楽番組でのパフォーマンス、メディアへの露出、そしてファンとの交流を通して、彼らは自分たちの音楽を、 そして自分たちの存在を世の中に示していかなければなりません。